エドブレー・エドゥアル・ラモスは、ベネズエラのミランダ州カラカス出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のロサンゼルス・ドジャース参加所属。愛称はキコ。2010年にセントルイス・カージナルスと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・カージナルスで、プロデビューするも、10試合の登板で、防御率9.53と炎上。 この年限りで対談し、2011年からの2年間は、車の塗装や、倉庫の掃除をして、生計を立てていた。2013年のフィラデルフィアフィリーズと契約して、9回に復帰。この年は、参加のルーキー級、ベネズエランサマーリーグフィリーズでプレーし、14試合に、登板して2勝3敗1セーブ、防御率5.08、36奪三振を記録した。 二千十四年は、ルーキー級、ベネズエランサマーリーグフィリーズ、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズ、A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズでプレイし、三球団合計で二十六試合に登板して二勝一敗、十セーブ、防御率零点八二四十八奪三振を記録した。二千十五年は、A 級クリアウォーター・スレッシャーズと A 級レディング、ファイティングフィルズでプレイし、 2球団合計で47試合に登板して4勝6敗、8セーブ、防御率2.07、65奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年は A 級レディングで開幕を迎え、5月6日にトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスへ昇格。 トリプル A 級リーファイバレーでは15試合に登板して、防御率0.38と素晴らしい成績を残した。6月24日にメジャー初資格を果たすと、同日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは42試合に登板して1勝3敗、防御率3.83、40奪三振を記録した。2017年開幕前の2月8日に、 指名投手枠で第4回ワールドベースボール、クラシックのベネズエラ代表に選出された。2019年オフの11月4日に、マイナー契約で、トリプル A 級リーハイバレーへ配属され、同日中に FA となった。2020年1月7日にロサンゼルスドジャースと、マイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、 翌9日に正式公示された。力強いフォーシームを武器とするリリーフ右腕。投球の半分以上を占めるフォーシームにスライダー、カーブを交える。ありがとうございます。